US カタンザーロは、イタリアのカラブリア州カタンザーロを本拠地とするサッカークラブチームである。2018から19シーズンは、セリエ C に所属している。1929年に、US カタンザレーゼとして創立。第二次世界大戦後、US カタンザーロと改名し、1970から71シーズンに、セリエ B で3位となり、カラブリア州のクラブとしては、 初のセリエ A 昇格。しかし、翌1971から72シーズンは、初のセリエ A の舞台で15位に沈み、セリエ B に降格する。1974から75シーズンには、セリエ B で4位となり、プレーオフへ進出するも敗退するが、翌1975から76シーズンには、セリエ B で2位となり、2度目の昇格を果たす。 その翌シーズンの1976から77シーズンには再度セリエ B に降格するも、続くシーズンで再度セリエ B で2位となり昇格。1978から79シーズンは9位に入り、クラブ史上初のセリエ A 残留を果たした。このシーズンから1982から83シーズンまでは、セリエ A に在籍し続けたが、 1982から83シーズンにセリエ A16 位となり、それが現時点まででカタンザーロがセリエ A でプレイした最後のシーズンとなっている。カタンザーロにとって黄金期となった1970年代から80年代を支えたのは現在レスターシティの監督を務めるクラウディオ・ラニエリやチームの象徴として語り継がれ、ローマ戦でのハットトリックなどで有名なマッシモ・パランカ。 出会った。1983年のセリエ B 降格をきっかけに、カタンザーロは暗黒期に突入する。翌シーズンのセリエ B でも20位となり、1959年以来24年ぶりにセリエ C1 に降格。その翌シーズンにはセリエ B に再度復帰し、4シーズンにわたってセリエ B で戦うものの、1989から90シーズンにはセリエ C1 へ、 再び降格してしまう。さらに、翌1990から91シーズンには、クラブ史上初となるセリエ C2 へ降格。それ以降10年以上にわたって、セリエ C2 で戦い続けることとなり、セリエ C1 への復帰は2003から04シーズンまで待つこととなる。そのセリエ C1 への復帰シーズンとなった2003から04シーズンには、セリエ C1 のジローネビーで優勝し、 1990年以来となるセリエ B 復帰を果たした。しかし、セリエ B 復帰シーズンの2004から05シーズンには21位となり、本来であれば降格であったが、ジェノア CFC がヤオチョウ疑惑でセリエ C1 降格となった上、ペルージャ、サレルニターナ、ベネツヤの登録が叶なわなかったため、セリエ B 残留となった。しかし、翌シーズンには22位となり、 公格が決定。加えて、チームが経営破綻。チームは FC カタンザーロとして、セリエ c にから再出発を図った。2011年にチームは再び破綻したが、新会社カタンザーロカルチョ2011を設立し、かつてのチーム名 US カタンザーロでリーグに参戦している。カタンザーロの主なライバルチームは、 同じカラブリア州内にあるコセンツカルチョでお互いを罵り合うようなちゃんとは媒挙に糸まがない。同じ南部のクラブであるカターニアなどもライバルチームとして名が上がることがある。なし。ありがとうございます。